どうしたんだろう。先生遅いね。じゃあ遅刻した分もしっかり延長して授業してもらわないとね。静かに自習を。私は職員室に先生を呼びに行ってくる。私も寝よっと。寝ていいものなんでしょうか。まあ寝ましょう。天王寺、退屈よ。芸人を呼んでちょうだい。ついでにジュース取ってちょうだい。バナナ牛乳にして。150円。じゃあ超能力かどうかはわからないんですが、見てください。お前が高能力扱いしてどうするのよ。はい、僕のは人形使いの力です。子供の頃からできました。やってみてくださる？あまり不気味がらないでくださいね。多分科学で説明できるんで。テグスチェック。内蔵モーターの線はどうなの？お二人は何かトリックにトラウマでもあるんでしょうか？カリカリしているようですね。ここは一つ僕の不思議芸で元気出してください。さあ今日も頼むよ人形くん。違う、ゲロじゃないわ。全部牛乳よ。
れはバナナ牛乳に含まれるバナナの要素でしょ。ちょっとむせてしまっただけだわ。恐縮です。歩かせることもできますよ。すいません、限界です。ダンスくらいできたらお金取れるんでしょうけどこれやるとめっちゃ疲れて、それが自分でもわからなくて。ああ、そうね。その仕組みは多分空気抵抗、あ、いえレイノルズ数を計算に入れれば説明は可能よ。そういうのがあるのよ。はい、勉強になりました。やっぱりオカケンさんはすごいですね。僕感動しました。友達に自慢します。友達に自慢はしない方がいいわね。ん？なぜです？それはいろいろと大騒ぎになったりすると大変でしょうから。どこかの団体に通っていたりするの？いいえ、どこにも。人形以外は操れて？いいえ、試したことはありますけど、こいつだけです。そう。それはレイリースを利用した人形操作術は最新の軍事機密と関わりが深いこともなくはないと妄想されるため、身の危険が迫っているからよ。来るのよ。え？どうしていきなりそんな紳士顔で言うんですか？僕はこれを偶然できただけなのに。それは？秘密にします。お前ある意味才能あるわ。お調子者も役に立つことがあるのね。
え、お花見のシーズンはよく見たけどね。そういえば最近たまに酒盛りやってるおじさんたちを見たかな。細かいことはわからないな。悪いけど。ねえ、あなたはこの町の子？この町に大きな環境保護団体があるって聞いたんだけど、知ってる？なんていうのかな、住人がほとんどその関係者だって話、本当なの？あなたのご両親はどう？どんな仕事をなさってるの？研究職？どこの部門？数学はあらゆる分野の基礎よ。そんなことないと思うけど。数学者ならどんな分野にも転身できるわね。あなたのご両親、今はどの分野なのかしら？もしよければご紹介していただけない？あら、思春期？残念。ねえ、呼び止めてしまってごめんなさいね。ねえ、そこのあなた、ちょっといい？ばあさん、俺の背にしがみつきな。すいませんね。勘違いするな。そこにいられると邪魔なんでな。わかってますよ。ここの横断歩道には信号がついてね。その気になりゃすぐに設置できそうなもんだが。まったく、迷惑な話さ。信号がないから、親切な人がいるんですかね。そんな奇特な野郎は見たことがねえな。ありがたや、ありがたや。なんとお礼を言っていいか。自分のためにやっただけだ。礼なんて言われる筋合いじゃねえさ。年寄りは若者のポケットにこんなものを入れたくなるんですよ。おい、よしてくれ。そんなつもりじゃなかった。ありがとう。ありがとうね。うわっ！貴様、天王寺！見たのか？いや、見ていないはずだ。そうだな。
目だ。少なくともそんな暑苦しい笑い方はしてねえ。なめてんのか。謙遜って言葉の意味わかってるのか。天道氏、精神にこれほど強いダメージを与えてくるとは。違う！てめえとは温度差が違うんだ。いいか、俺は善人なんかじゃねえ。クソが一丁前に人探しか。たとえ知っていても知らねえな。なんだそりゃ。どういう話だ。アウトローだな。どんな革ジャンだった。知らねえのか。アウトローは全員革ジャンを着てるんだぜ。人生を外れた男はもうスーツを着ることはできねえからな。いや、許されなくなると言っても過言ではないだろう。自分はもうホワイトカラーではない。いや、あってはならない。二度と引き返せねえ荒野を進む男は、だから革ジャンを着るしかねえのさ。革ジャンは高え。かくいう俺もまだ兄貴のお下がりを着てる段階だ。やつは牙を失った羊だ。とにかく牙なしだ。昔は奴にも牙があった。兄貴はいつだって大勢と戦ってた。学校だな。あとは生徒指導の教師だ。なあ！奴は高校2年までは狼だった。それだけは俺が保証するさ。人と人のつながりが冷え切ったアイスエイジに対して、確かに奴は反逆の狼を上げ続けていたのさ。ところが3年になって奴は変わっちまった。奴は受験勉強を始めやがったんだ。畜生。てめえにアホ呼ばわりされる筋合いはねえ。浪人して大学に合格した。そしてチャラついた格好をするようになり、飲食店研究サークルに入り、女のケツを追いかけ回すようになった。2年目にしてようやくスケができるや否や、今度は就職活動を始めやがったんだ。そして誇り高き水銀の血は濁り、奴は魂の堕落へと至ったわけだ。サラリーマンになって、結婚して、ガキができた。俺の流儀じゃねえんでな。行くぜ。
断る。慣れ合いはしねえ。それにどんな革ジャンかもわからねえなら探しようがない。ああ、ならそいつらはアウトローじゃねえだろ。革ジャンも着てねえ分際でいい年こいて酒盛りに興じることができる人種なんざ。この無常のシャバ世界には一種類しかいねえ、ビップだ。褒めても付き合うつもりはねえ。だが今日のところは見逃してやるさ。おい、笑ったろ今。舐めてんのか？あ？嘘つくだてめえ。じゃあどんなことを思い出してたんだ？吉野だと？てめえ、どこ校だ？Kazamatsuri！ 吉野って、吉野晴彦のことか？バカ、吉野さんだろ、キングの。スラムキングなんだよ、あの人は。無法と力のスラムに、力の十回を定めた偉大なアウトローだぜ。ここらの路地裏は、夜になるとスラム化して、生きがる小僧どものパラダイスになる。そんなことも知らねえのか。吉野さんはな、ドラッグと暴力が支配する腐りきった犬くせえスラムを拳一つで狼の町に変貌させたお人なんだよ。吉野さんは10チームもの腐りきった犬くせえゲスどもを粛清してよ。そいつらがそれぞれ薬や騙しや窃盗って具合で違う生きがり方してたもんだよ。吉野さんが潰した悪徳を俺らフォロワーは力の十回って呼んで下げてんだよ。足りめえだろ、キングのことで嘘はつかねえ。けどよ、それだけのことをしておきながらあの人は手下を引き連れることもねえ。いつも一人なんだ。なぜかわかるか？それが狼ってもんだからだ。超リスペクトだぜ。ば、てめえ、なんてこと言いやがる！そもそもおめえは吉野さんの何なんだ？射程か？年の話じゃねえ。どういう関係かって聞いてんだ。なんてこったや、キングのダチ。平日だってのにこいつは飛んだグッドトリップだぜ。失礼、クールボーイ。お胸を掴んじまってソーリー、ついカットしちまってよ。おお、グッド。おシャツにおシワの野郎がつきやがった。キングのダチならあんたも狼、それかマックスクールなシャバゾウ様だ。どっちだろうが俺らはもてなす。そんだけさ。ヒュー、言うねえクールシャバボーイ。同じことをそこらの犬くせえ坊やが言ったなら殴り飛ばしてるところだ。
あんたなら俺ら狼はみんな力貸すからよ。マジだよ。俺らの上下関係はソウルで決まる。キングのダチだってんなら自分のプライドだってへし折るぜ。オーケーだ。そいつはどんなイカれた野郎だ？それともイカしたレディーかい？なるほどね。漠然とした話だな。こいつはウルフパックの出番ってわけだ。狼はつるむことはねえが連携はする。見てな、そいつらがたとえケツの穴に隠れてたって探し出してみせるぜ。これでいい。あとは待ってりゃ済む話さ。気にすることじゃねえよ。第一、俺よりは年上だしよ。俺は高一なんで、あんたがキングとためってんなら一つ下だな。どうしたブラザー、怖え面してよ。急に態度変わってね。あ、そりゃまた結構なロックマインドで。いや、そりゃ見つかってみねえことには。あ、じゃあこれ俺の番号なんで。トーガって呼んでくれ。トーガだ。自己紹介したんだけどな、革ジャンって言ったら分かってくれるか。あんたの探してるヨッパな、仲間内で手分けして調べてみたぜ。うん、ウルフパックだな。狼の群れって意味で。で、候補者と思われるヨッパが124人だそうだ。オーケー、クールシャバボーイ、バカにしてくれて結構だから、ウルフパックでプリーズだ。こういうのは得意でな、オオカミは鼻が利くのさ。で、多すぎるってのは分かってたんで、有力候補グループとして5人選別してやる。ここから当たってみればあんたの出会ったヨッパに当たるかもな。ラッパーじゃねえから、ダメだったらまた連絡してくんな。悪いね、坊や。これでも29よ。あんた、嬉しいこと言ってくれるじゃん。声かけてきたってことは、何？ナンパ？なんだ。
でもちょっと座んなよ。話聞いてくれたらごっそり情報をあげるわ。ゴスを引退しようかと思ってんのよ。私ももう年でさ。もともとは13歳の時、平凡な人生に嫌気がさして、少しでも変わった自分を演出しようと思ったのが始まりでね。インターネットに画像アップしたらすぐにファンがついて、今じゃサイトの掲示板にも常連客ばかりで、みんな結婚して前ほどあたいを崇拝してくれてる感じもなくなってさ。なんつーの、友達感覚っつーの、それはそれでいいんだけどね。したらもうごする必要ないじゃんって思って。最近いきなり疑問に思うようになっちゃったんだよね。個人販売してる写真集も売れなくなったし、もう頑張らないとごすいの着れなくなってる自分に気づいちゃったわけだ。だけど今さらどうやって生活を変えたらいいのか迷ってる。まあちょうどそんなとこ。あたいはどうしたらいいと思う、ボウ。これからもゴスを続けるべきかな。どういうことだい？酒を？なるほどね。参考になったわ。ああ、ごっそり頑張るつもりだよ、アンガトさん。聞いてもらってよかったよ。情報をやる約束だったね。この辺りは酔っ払いのメッカなんで、複数のグループがいるんだ。中年集団ってことだとあいつらだな。詳しくは知らないが、そいつらの一人が経営してる店を知ってる。この場所だ、行ってみな。ねえ君、さっきゴス服着た背の小さい女の人と話してたよね。実は僕、あの人に憧れてるんだ。そのギャップに燃えるんじゃないか。よかったら話を聞かせてよ。そうなんだ。構うもんか。どんな姿になってもあの人はあの人さ。ありがとう。君、オカルト研究会の人だよね。ネタを提供するよ。
いらっしゃいませ。ほう、君は、ふむ、偶然の再会というやつかな。名刺は渡していなかったはずだ。そうか、若い客は嬉しいものだ。改めてフォレストにようこそ。江坂というこの店のオーナーだ。かくいう私も風祭り学院の現役学生でね、1年生だから君の後輩になるが、今日は買い物かな。ほう、急ぎでないならこちらに来たまえ。茶でも飲みながら話を聞こう。紅茶はいける方かね。結構、良い兵隊は食える時に食っておくものだ。おい、いつものやつを頼む。そうか。何よりだ。私もだ。あまりに美味なるものを食すとき、人はより根源的な自分に立ち返るのだろう。私もだ。あまりに美味なるものを食すとき、人はより根源的なリスに立ち返るのだろう。君、中華まんは好きかね。いいリアクションだ。さすがは若者だな。誰か、あれを頼む。近くの中華料理屋で作っているものだが、私はこれに目がなくてね。さあ、食そうではないか。
よくあることだ。実は肉まんに記憶喪失薬が混入してあったのだ。ってなぜだ！もう満腹かね？入っているわけがないだろう。で、満腹になったのかな？結構。おい、例のものを。コンビニエンスストアで商われている偏屈シェフの特製ミートマヨピリカツレツ塩辛サンドのようなものとは多少違うものだ。先日食してみた。いざとなれば革靴だって食べてみせる。それがプロというものだ。悪くはないが、雑な味だったな。無論これは違う。近所の洋食屋に作らせたものでね。食してみれば違いがわかる。どうだ、この一品は。そうかそうか。気に入ってくれて何よりだ。気にしないでいい。それで天王寺君はどのようなものを探しているのかね。当ててみせよう。真実の愛を探しているのだな。もちろんだ。つい先頃入荷した愛の出物がある。神の木と呼ばれるレバノン杉の芯材を削り出して作った真実の愛でな。ってなぜなのだ！木をくり抜いた愛が出てくるものか！聞こう、話したまえ。もう一度言ってくれないか。ゲームの話でな。現実と魔物か。
つまりネッシーとかビッグフットとかいうあれか。そういう話があるのかね。すまんが、期待には応えられそうにない。イノシシに襲われたという話なら一昔前にはよくあったんだが、そのあたりに尾ひれがついている可能性が高いな。調べているのは未確認生物についてだけなのかね。ではこういうものはどうだろう。友人の研究者が地元の歴史研究をしていた折にまとめたものだ。古代の王族が残した遺跡であるかもしれないと言ってな。結局年代測定などで歴史的価値が疑われるデータが多数出てしまったため、信憑性に乏しいということで調査は打ち切りになってしまったそうだ。かけた予算が予算だけに、彼の大学では近畿の話題となってしまってな。何せコーラの瓶が出土してしまってな。いきなり高レベルダンジョンだったか。ではおい。これはかつて私がまだこの町で警備の仕事に携わっていた時のものだ。風祭りの古代史は謎が多くてな、町の遺跡よりこういったものが出土した。この町の一部に龍のつく地名が残っているのは、もしやその名残かとな。私もその事実には懐疑的だがね、なかなか興味を引く題材と思うが、どうだろう。心配はいらん。その遺跡への入り口は私の私有地にあるのだよ。興味があるなら私が許可しようじゃないか。喜んでもらえて何よりだ。そうかそうか。天王寺君、これは私の名刺だ。何かあればここに。
どうかしたかね。そうかそうか。その名刺は1枚500万円で販売している。支払いを願おう。ってなぜか、紙切れにそんな大金を払う者がいるのか。名刺で金取ったら商売にならんではないか。飲み物でも買ってくるわ。そうですね。会長、本当にここ住んでるんだよね。どうした？会長の家はどうなっているんだろう。そういえば、私もしずるも入ったばかりだから会長の人となりはよくわからんが。何か家に帰りたくない理由でもあるのかな。いや、ただ単に帰りたくないだけだと思いますけど。他になさそうですしね。私の知ってる限り茜さんはそういう人ですから。さんは昔から知ってますけど、この土地来たの初めてですし。お呼ばれとかされないの？むしろ断られたことならありますね。しませんってば。
もガン首揃えて考え込んでいるの？あの、会長の家ってどうなってるのかなって。家？どうも何も、ここじゃない。たまには戻ろうかしら。もう少し日が落ちたら。じゃ、閉めて帰るわよ。はーい。帰りましょう。じゃあ、私こっちだから。また明日。いや、別にそこまでしなくても。確かに、行っても絶対案内なんてしてくれないでしょうしね。はあ、まったく、何をくだらない。私は帰るぞ。いいのか。なぜ私までこんな趣味の悪いことを。曲がったよ。なってきたよ。それより何とかしないと見失っちゃいますよ。出ませんから。だが、ちはやビームでは騒ぎになってしまい、見つかるのでは。なんでできること前提で話進めるんです。あっちだ。あ、早い。この街の中には違いないはずなんですけどね。このまま何事もなければいいんだけどね。交差点。
の花だよ。それは一本切れるごとに仲間が一人倒されるという伝説の。でも四本ってことは誰か一人は生き残るんじゃないです？あら、あれは、はいよー、あれはこの町の伝説、廃妖おじさん、実在したとは。どうした、しずる。またがられたら、またがり返さないと背が伸びなくなってしまう。どう考えても迷信だぞ、それは。今の騒動で会長を見失っちゃったんじゃ。ここまでか。一体何がここまで不幸の予兆の連鎖を。いや、後者を知ることはとても良いことだとは思うが。追跡については心配ない。え？どこ行ったかわかるんです？最後に見たとき、ちょうどあの建物の中に入っていったところだった。さらに潜入捜査？せっかくここまで来たんだしね。私はどっちでもいい。ないんですけど。私もないね。なんかみんなで入っていいとこなの？ネカフェって真っ暗な店内でみんな物音も立てないでひたすら漫画読んだりネットカチカチやってるイメージが。ついでに話し声でも立てようものなら屈強な男たちに指ボキボキ鳴らされ。そこの看板によると会員登録しないと入れないようだぞ。私もないですね。困ったね。ご安心ください。こんなこともあろうかと特別優待会員証を5枚用意してございます。あ、昨夜。まあ、さまつなことですね。ひとまずこれがあれば今回分は無料で入店できますので。さすが昨夜ですね。いや、いいのか？こんなものもらってしまって。ええ、お気になさらず。ここの経営者とは顔見知りでして。はい、申し訳ありませんが私を含めて5枚分しかないのです。
リーダーシッペはコタロウですし、昨夜は今回は我慢してください。何、ちょっとした冗談ですよ。はい、アタロウくん。ではあとはよろしくお願いします。しっかりとご案内してあげてください。任せろ。これは頼もしいですね。ではしずるさんもボディーガードをよろしくお願いします。千早さんはあまりこういったところに出入りすることのなかった方ですので、後見人としてはこうして皆様と街でお遊びになられている姿は大変嬉しく思います。いいじゃないですか、別にそんなことは。これは失礼。ちなみに茜お嬢様は6階奥のVIPルームにいらっしゃるようですよ。アタロウ君のストーキングの手助けになれば幸いです。そうですか、それはありがとうございます。ではまた何かありましたらお申し付けくださいね。ありがとうです。じゃあ突入。なんだ、それならそうと声をかけてくれれば。それはお前らが棚のものを物色し始めていたからで。あー、これ私も見た。泣けるよね。そうなんです。うるさい。活動再開するならさっさと行くぞ。ここだけなんかホテルみたい。いない。VIPルームのお客様でしたら先ほどお帰りになられました。すまない、私のせいだ。いやいや、委員長は悪くないっしょ。恐るべしネットカフェ。だが、一人では入りづらい。
じゃあまた一緒に来よう。じゃあどうします？解散です？ずいぶん遅くなってしまった。みんな気をつけて帰るように。じゃあ帰宅。いやー、なんだかんだで結構おもろな一日だった。天王寺、またご挨拶ね。会長さん気づいてたんですか？私の部屋は店内の様子もモニターできるのよ。さっきのビル経営にちょっと一枚噛んでてね。でお前何のつもり？今度は私を探って記事にでもするつもり？もしそうだとしたら、ボン。暗殺。そういうわけだから、以後禁止。悪いけれど、アイドルにもスキャンダラスな女にも興味はなくてよ。今度やったら、ギリギリ社会生活が送れる程度の社会的制裁を加えてやるから。私は、ひとかけらの希望は残して叩き落とすのがお好み。社会の片隅でもがき苦しみながら蜘蛛の糸を探すことになるのだわ。まあそういうわけだから。会長そんなに嫌なんですか？嫌ね。本当にやめてちょうだい。よろしい。気分がそがれたわね。やはり自宅に戻るわ。だから自宅。